ゆかです。よろしくお願いします。はい、あゆ太郎さんですけれどもまあ卒業して早々1日目だかに酒飲んでるやろ。は？飲んでないけど、なんでこんな5時から飲まなきゃいけないんですか？怖い！というわけで卒業してからね、早々1日目くらいにあゆ太郎はサブアカウントを作ったわけですよ。で、そのアットマークあゆサブローなんですけどツイッターのサブアカウントを作らさせていただきまして、はい、こちらがですね、よくファンの方からも、ってかもう誰からも言われてますサブアカだけどあれサブアカじゃないよねと、あれほぼメインだよねみたいな、かメインよりメインだよねみたいなっていうのを言われておりまして、バレたみたいな私はあのサブアカはあのですね、そう、私は今まで本アカはそこ気軽につぶやけなかったのよ気軽につぶやけなかったっていうのは、なんかこうニーズに合ったじゃないけど、需要と供給に合ったみたいなツイートをしなければ、なんかフォロワーが減っちゃう時もあるし、はたまなんかそういうのが、だから気軽になんかお腹空いたみたいな、でも何でもいいけど、なんかそういうことすらそう減っちゃうのがなんかちょっと怖いわけじゃないけど、なんかそれでやっぱりその気軽につぶやきづらくなってしまったんですよ、自分の中でね、自分の中でですよ。そういうのも気にせずにつぶやければよかったかもしれないんだけど、やっぱその伸びを考えてしまったりだとかちょっとこういうツイートの方がいいね多いなみたいな、見てもらえるなみたいなとこから、っていうのもあって、なかなか良くも悪くも気軽につぶやけなかったんですよねはいそうなんです。で、なんでですけど もうサブアカを作って、サブアカはもう一切そんなの関係ないと、もうどうでもいいじゃないけど、どうでもよくはないけど、やっぱサブだし、見てくれる人ももう誰でもいいと誰でも見やがれではないですけど、もう誰でもどうぞ見てくださいの気持ちよ、その入り口も出口ももうなんていうんですか、ウェルカムだし、来てくれたらウェルカムだし、去る者は追わないっていう全部フリー、そういう気持ちで、うん、はい、自由気ままにつぶやくさせていただいてるんですけども、まあ、やっぱモバイルメールっていう、こう好きなように自由に気軽にそのファンの皆さんにこういうことが今日はあってね、こういうことが今日はあったんだっていう、そういう日常的なお話とかなかなかそのする機会がなくなってしまったので、まあしまったから余計サブスク後のなんていうんですか、つぶやき
の数が増えてるのはもちろんあるんですけど、そういうのね気軽につぶやきしすぎ、つぶやきしすぎてしまって、ここで ある問題が生じてしまいました。あゆ太郎さん、メインやかお知らせしかしてない説なんですよね。あゆ太郎さんとか大事な時しか出てこないみたいな。大事なお知らせか、だからとんでもなく漏れた時しか出てこないみたいな写真。はい、お知らせ赤になってしまったんだよね今。それはまずいんじゃないかなということで、あら4位ありがとうございます。そうイベントも参加してるのでぜひよろしくお願いします。はい、というねところかな。ちょっと今日こそはなんか自撮りをしようと思って、はい、言われたから、ちょっとほらもうメイクバッチリなんですよ。もうって言うとあれですけど、今日はもうちゃんとなんかこうある程度髪の毛をできました。なんかこれフィルター変じゃね。北海道、あ、これ北海道の方がいい、なんか暗いな、北海道暗いな。じゃ北海道っていうフィルターがあってですね、クリーム、やっぱさっきの方がいいか。3み、みすけ、これ、あれさっきこれだったっけ。いやこれじゃなかったな、これか。分かんなくなっちゃった。あ、これじゃね、ロリータ。いや、ロリータじゃなくね。分かんねえ。3おいっすげーん、これか、あ、これかも。フィルター修行すごいね。そんな感じで今日は始まる前に自撮りしてきた。やっぱメイク崩れちゃったら嫌かなと思って。あ、みんなこのコップ使ってくれてますか。これはオレンジジュースを入れてきた。うん、フォローしました、ありがとう。今日は見やすい。おうちカフェ、嘘、おうちカフェ行ける、おうちカフェも行ける。首がね痛くて最近。何なんだろう、前、前傾姿勢みたいな、なんていうの、前寄りなんだろうな、首が前に出てるから疲れちゃうんだろうな。首がコリコリしてます。整体に行きたい。ゆうたろう
整体に行きたい。なんだか、なんだっけ、あの昨日歯が痛いって言ってたじゃないですか。親知らずのが、その生えてきてはない親知らずが、その口の中っていうか歯茎の中でちょっと悪さしてるみたいな、なんとですね、ここになったんですけど治りました。痛み治りました。はい。余裕でしたね。いや治った。まあ、そのちょっとした体の乱れ、体の調子の乱れで、あのなんか定期的なのか不定期なのかなっちゃうみたいで、はい、治りました。いやまあ1日ぐらいだったらガチで耐えれるなってうん、歯を見ても腫れ、なんかその見てわかるぐらいだったのよ。この口の中の奥歯の、この本来っていうか奥歯のさ、親知らずが入る場所ってさ、あのなんかスペースあるじゃないですか。そこの歯茎って言えばいいのがすごくもう腫れてたんだけど、それを今日確認したらもう全然腫れてない、見てもわかるし体でもいけるわっていう感じてる。自分身に染みてる。何が？そうだからやっぱりそのなんだろう、やっぱ親知らずを抜くっていうことをを天秤にかけた時に、1日で治るんだったら私は一生1日我慢して過ごした方が絶対にいい。うん、うん、絶対にいいね。だって歯医者さんも別にあの抜くか抜かないかは自由なのでって言ってたもん。耐えれるんだったら抜かなくてもいいと思いますって言ってたから、いや、こういう横向きの親知らずが潜んでるけど生えてきてないからね。生えてきてないもん。し、なんか頭突きしてるわけでもないのよ。別に隣の歯をなんか頭突きしてますとかだったら多分取らなきゃいけないと思うんだけど、別にその悪さしてるわけじゃない。そうだから大丈夫なの。あのね、そのなんていうの、私が今これ虫歯だったらいけよって話じゃないですか。例えばだけど虫歯ってもうすぐに治療すべきだと思うから、虫歯だったらいけよってみんながいけよみたいな気持ちが、いやそれはそうだよ、私はもうすぐにでも行くよ。でもお医者さんも別にいいって言ってるんだから、なんでそんなにこの歯医者の話を、私の親知らずトークをしたら、なんでみんなそんなすぐ止めてるっていうか、そんな止めてるのかがよくわからないのよ。だっていいって言ってたもん。え？だっていいって言ってたのよ。いや別に、で、後でとか関係ないじゃん。後とか先とか後とか、うん、で私は何が言ったかっていうと、あのやっぱりそのお医者さんが言った通り、腫れはあの腫れる時があります、今回みたいに腫れる時がありますって言われて、あの治った、イエーイって言いたかっただけなのよ。やっぱり治ったみたいな、これは我慢できるわっていうのを
言いたかっただけなのよ本当に、うん、じゃあいいねみたいな。なのになんかあと今抜かないと後悔するよみたいなのが多いから、なんかなんでってなんでそんなさ、別に抜くんだったら今だろうが後だろうが関係なくない別にさ、それで抜かなくてもいい場合だってあるじゃんじゃない？だって別に痛さなんかさ、別に今やっても後やってもさ変わんないんだからさ、抜くって決めたら別に抜くしさなんでそんなさ、ちょっとさ抜いた人が偉いみたいなもう僕は抜いてますから、あゆ太郎さんも早く抜いた方がいいですよみたいなもう なんでちょっとさ、親知らず抜いてる人からマウント取られなきゃいけないなんだ親知らずマウントって私はやっぱ配信とかもしてるし、極力このパンパンな姿っていうのは見せたくないわけよ。うん。普通に嫌じゃん。普通にさ、やっぱ女の子だし、別に男の子でも嫌だと思うけど、嫌じゃないですか。痛くて配信休むとかさ、嫌じゃん。で心配かけたりするのもさ。そうね、悪さしてたら抜いた方がいいと思うんだけど、まあ、確かにちょっと悪さはしてるけど耐えてるからいいかなって思うわね。まあ昨日は痛かったけど、うん、なんで若いうちに親知らずって抜かなきゃいけないの？別にいいじゃん、ばあちゃんが抜いたってよくない？なんで若いうちにさ抜いとかなきゃいけないの？別にさね、30代に抜いたって、40代に抜いたってさ、50代で抜いたって、60代で抜いたってよくない？なんか理由があればね、あ、そうなんだって思うんだけど、あ、そうなんだかっこ今抜くとは言ってないにはなるんだけど若いうちの方が抜けやすい？だってみんなバキって言ったとか言ってたよ。歯の話やめよう。だから出てきてないんだってば。出てきてないし、口の歯茎のお家にいるんですよ。ハウス。うちの歯は、我ハウスにいて、ハウスからちょっとめって出てきたりとか。ポツンとか隣の歯にしてたらわかるけど、してないのよ、うん、何かに使える日が来るかもしれない。なんか移植みたいなずっと取っとけば宝物のようにひょっこり歯してないよ。なんか何かに使える日が来るかもしれないじゃん。うん、いざという時のためにいや、医学の進歩で何かに使えるかもしれないじゃん。うん、そう取っとくわ、まだ。
ときます。ただレントゲンの写真、レントゲン撮ったんですけど、昨日レントゲン撮った時に写真撮って昨日も言ったんだけど歯医者さんに、すいませんちょっとこれ写真撮っていいですかって言って写真撮ってまあ家族には昨日のうちに送ったんですけど、ゆかちゃんに送りつけたらなんか笑ってました。あ、何これってあれの親知らずだよって送ったらなんかね、わら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 って言って、まあ、このレントゲンに映るピアスに笑ってたね。一番これうん、何かに公開しようかな。ここまで映ってたよ、ここまで。本垢で公開しないよ。ピアスだけだったらいいよ、レントゲンの写真とか言って、ここだけだったらいいよ。ただなんかもしかしたらハフェチみたいな人がいるかもしれないじゃん、レントゲンのハフェチですみたいな人がさいるかもしれないじゃん。でなんか、うわ、ある太郎のここの下の歯はなんかこういう感じで並んでるんだみたいなのがちょっと思われたらちょっと嫌だちょっと嫌じゃん、なんかちょっと嫌だなみたいな、ちょっとこの歯の並び方は嫌かもみたいなのも思われたら嫌じゃんうわこういう並び方かちょっとなみたいな、え、ちょっとなって何みたいなねえ、ファンの中に歯医者さん、ファンの中に歯医者さんはね、かつてはいた。この歯の並び方押せるやんなんかさ、この出てる歯よりも下のなんていうの、こうこういうさ、ちゃんと歯の形が見えるじゃん、そこさえもみたいな、うん、やんだよねそう、根元っていうかさ、そうそう、根元まで見えるじゃないですか、そうそう、うわこの形多いんだみたいな、ちょっと恥ずかしいからちょっと恥ずかしいからなんかねちょっとその公開はできないけど、うん、ちょっとね、悪用もされちゃうかも知れないし、やっぱそのね、なんか IP アドレスとかもバレちゃう可能性が、やっぱ表面じゃなくて中のものだから、そこからね、バレちゃう可能性もないことはないと思うの。それも危ないから。うん、考えられるでしょ。うん。だからちょっと後悔はここまでだったらいいですよ。やっぱりここの。ここだったらいい。耳だったらいくらでも。平気、うん、親知らず認証あるかもしれない、ね、ここはね大丈夫。耳の形でも、耳の形ってなんかさ、大きい耳が好きみたいな人とかっているよね。なんかここのさ、耳たぶがさもそうだし、なんかここ分厚い人とか、奥歯にスイッチあるのバレるかもしれない、キュートかーキュートじゃん夏見てましたねドラマ、あのロボットの前田敦子さんのそうそう、あるよね、
こがさちょっとない、耳たぶがあんまりない人が好きとかさ、こう福耳みたいな人が好きとかさあるよね多分。私はある程度なんかね、でもね私左右で違うんだよね、この耳たぶとこっちと。だからこっちはピアス3個させたのに開けれたのに、こっちはピアス2個しか開けれなかったんですよ。ってことは面積が違うってことなんですけど、ここって左右でちょっと違うみたい。私だけなのかな。なんか歯と、すいません歯と耳の話してたら3位にありがとうございますわうん、同じバランスで、うん、耳たぶを開けられなかったね、うん、歯と歯の言い合いと耳穏やかな耳の話でありがとうございます。でも顔は全然違うわね、私こっちとさ、ほら違くない顔、あれこういう見せ方で合ってる？ちょっと違うのよ、ほら、あ、全然違くない？私こっちの顔すんごい嫌いなんですよ。これと別人、あるよね、なんかさこっちがパパでこっちがママみたいな人とかもいるよね。私はねこっち推しなのよ。この自撮りよく見るでしょこっち側しかもはや見ないでしょ。でしょ、こっちないでしょ。よく見る、360度どの角度見てもここから見てもそう、自撮りはいつでも同じ角度なの。そうじゃないとね、私はちょっとダメなんですよね。え、これすごくね、なかったらこうで、ほら明るくなった。これ暗いじゃん、わかる使用前使用後、これはね、あの毛玉取りですこういうエチケットブラシ、これレフ版になってる、うん、いや使うじゃんこれ、意外な使い方あったね。あ、毛玉、これエチケットブラシか、毛玉取りかっこ電池なしみたいな気持ちでいた、うん、キャー、この可愛い子があゆたんだねそうだよ、ありがとうコメントしてくれて。でもこれのこのエチケットブラシが一番いい、この黒レフ版効果をね放つのにちょうどいい。やっぱこれとかでもいいんで、これやっぱこういうコスメを使うと逆さあゆ太郎ができちゃうからここにねちょっと気まずくなるんですよ。
これでもいいんですけど、逆さ富士ならぬ そうなるとこのやっぱマット気質なっていうか反射しないタイプのものの方がこのエチケットブラシの方がいいんですね。はい、他はやっぱないね良さげなもの。そう、でも最近まで髪の毛紫だったんですけど、なんかもう金髪になってきちゃった。早くね、カラーを保つために髪色をね、カラーシャンプーっていうなんか紫のシャンプーをエブリデイ使ってたんですけど、もうすぐ色抜けちゃう。でもいい色はいい色だよね。ほら見せ方また染めてないのよ。傷まないか、傷んでるね。あのね、傷まないみたいな人はほんと 5% ぐらいの世の中で、いや、もっと傷まない人がいるかもしれないけど、私はね、傷んでるし、なんか髪の毛が硬くなってくるんだよね、日に日に。手櫛が通らないとか、あとはね、髪の毛をめちゃめちゃそのブリーチとかすると髪の毛がゴムみてえになるね。ルフィかみたいな、ルフィは諸説みたいなとこありますけど、あのなんかビヨーンって伸びるの。そう、ゴムみたいに。これね、髪の毛めちゃ明るくしたことある人とかもしかしたらわかるかもしれないけど、私あとはあのあれよ、シャンプーが泡立ちにくくなるとか、そうなってくるから、ほんとケアはね非常に大事なんですけど、スタイリング剤でごまかしてるみたいなとこありますね。みんなは髪の毛は染めてるんですか？染めてる？女の子は結構染めたりするよね。男の子は、男性はどうなんだろう。パーマ？パーマいいね。髪の毛の話。染めたことない？へえー。染めたことないの？え、染めたことない勢はどれくらいいるの？え、こんないんの？染めたことない人。そうなの？え？あ、え、なにこれ？世代？あ、マジ？いや、白髪染めはなしよ。世代か？なんだ？もっといるかと思ってた。なんか染めちゃダメな学校、え、学校とかな、か学校までも別にあの遡る必要はなくって、例
って高校卒業してから結局ずっとあの染めてるからね私。あ、そうなんだ。世代だな。確かに仕事柄できない人はいそう。髪をいじめると抜けるっていじめてはないと思うよ。あ、そうなんだ。私 AKB48 グループなん。ちょっと待って。え、ちょっと待って。え？ AKB48 グループなん私。何？ちょっと待って、夏休み前半ランキング現在7位 4AKB48 グループ何？関係者枠え？研究生？7位だし、しかも OG もありだん、これ。え？何ですか？気まずいんですけど気まず。しかもアマチュアだし、今月どういうことなん？でも今 AKB さんショールーム選抜やってるよね。楽しそうと思って、なんかトップに出てたな。なんでだ？なんでアカウントをそのままにしてるからとかなのかな。そんなことある？48グループって書いてあるから、多分いろんな各48グループだと思いますけど、うん。なんなんだろうね気まず。私はね、あの配信グッズを手に入れてショールームスキルアップってやつをやってるからっていうイベントに参加してますから、これ何なんだろうね。あれもらえるんかな、あれなんだっけ、スマホスタンド、スマホスタンドもらえるんかな、うん、スマホスタンド欲しい今日はちょっとじゃあ一回持つけど、今日はフィルムカメラとこのウェットティッシュをスタンド代わりにこう上に乗せてこうやって配信してる。これはなんか無印で買った、なんか無印とかニトリで買ったなんか箱の上でやってる。うん、工夫をしてる。日替わりメイクポーチでやったりもする
よくわかんないな。何なんだ。そう。でも配信機材の話になるんだけど、なんか変えたいなって思ったりする。なんか壊れてほしくないんだけど、なんか例えばマイクとか、オープンレックで使ってるマイクとか、なんかあの新しいの欲しいなとか。2枚目のモニターってどうやって置いてる？私モニターが2枚あるんだけど、ゲームのモニターはモニタースタンド2枚貼れるっていうか、2枚引っ掛けられるスタンドみたいなのを使ってて、で2枚とも好きなように高さとか、あのちょっと前目とか後ろ目とかそういうのを調整できる、なんかアマゾンで買った、そんな高くない安いやつを使ってます。パソコン壊れたら泣くわ、無理、泣いちゃう。3枚はいらんないや別に。別に3枚いらない。うん、私はね2枚で十分だから、いらねーって感じ。やっぱゲームとコメント画面で十分だから、うん、普通に。で、あの、いやね、そんな使う？私は使わないんだよね。じゃあ、あっても邪魔だし、ぶっちゃけ自分にとっては、うん、iPad あるし、iPad あるし、携帯あるし、携帯はみんなあると思うけど、別にいらないですね。モニターはなん、うん、使わない。だってゲーム配信してる時に他の作業しないですし、逆に作業をしてるときにゲームしないじゃないですか。しないんですよ私は。ゲーム画面開きっぱで、なんか作業をしてみようみたいな、ないから、何この歌ないから、別にそんなね、なんかタカタカするわけでもないから、うん。なんか見るのは好きですけどね、こう3枚並べてる人の部屋とか。やっぱ私あの YouTube でも、あのやっぱその生粋のデスクツアー好きですから、そういうどんな環境かみたいなのはすごく見るのは好きですけどね。うん、生粋の、いや、オットマンマジで欲しいんですよね。オットマンって何かっていうと足置きなんですけど、私椅子変えてからオットマン、その足置きがなくなってしまったの。前は椅子にくっついてたんだけど、うん、そう、モニター1枚ツイッター永遠に流しちゃう、マジ。私さ、携帯で見ちゃうんだよね SNS 類、なんかわかんないけど、うん、だから2枚でいけるタイプで、オットマンがなくて、じゃあ今何をオットマンにしてるかって言ったら、パソコンってあったかくていいんですよね。パソコンを踏んでる、パソコンに足を置いてる。パソコンの上に高さいいんだよね、これオットマンじゃんと思って。ほらこれ、ほらこれ。
これとか言って、ね、ちょうどいいけどね。なんかあったかいんだよねこれ。なんかそのヒーター機能もついてて、なんかこのオットマンヒーター機能もついてるし、なんか高さもバッチリで、そうね、めっちゃいいんですよね。蹴ってないよ、優秀。私冷え性だから、その体は暑いなって感じてても、結構足末端冷え性っていうんですか、足が冷えちゃったりとかで、足がちょっと寒いな、でも冷房を消したら暑いしなみたいな感じになることがよくあって、そんな時にこのヒーター付き機能のオットマンかっこパソコン、すごい便利なんですよね、うん。いやでも買うわオットマン。いやオットマンね、なんかなかなかいいのないのよ。ちょっとごついのも嫌だし、うん、で邪魔だし、うん、気をつける、うん。でもなんかもっとしてると思ってたの私もっとみんながこのヒーター機能を使っ、オットマンヒーター機能を使ってると思ってたんだけど、意外になんかみんなに惹かれてて、うん、意外に惹かれててオットマンパソコンシリーズ、うん、いや、いいんだけどなこれうん、やっぱ、いや別にそんなものは大事にしてきてるタイプだと思うんだけどなあ、お足元に置いてない人とかそれはそうよね、うん、パソコンの上にはクッションとか、いいえいいえ、直です収納付きオットマンね、はいはいはい。だからさ、見に行くのもめんどくさいじゃん、なんかやっぱ見ないと分かんなかったりもするじゃんか、うん、そういうのあります、ありますけどね。ちょっとおすすめのオットマンあれば教えてください。そう、肌触りって大事で、なんかちょっとザラザラしてるの嫌だしなみたいなうん、ちょっと見たいけどめんどくさいしな、見に行くのみたいな。動画再生機能付きオットマンそれだけじゃないですよそれだけじゃなくってそれだけじゃなくって、なんと基本的に何でもできますはい、配信までできちゃいますからね、はいはい、インターネット回線、インターネット接続機能ももちろん、グラフィックボードCPU 搭載はい、まあちょっと重さみたいなものはちょっとまあ感じちゃったりはしますね、正直。うん、やっぱ重量は非常にあるものですし、うん、ですし、やっぱ精密オットマン
精密オットマンではありますね。倒して壊れたり、やっぱ倒すことはもうご法度、倒してはいけない、精密オットマンだから肌触りね、いいんだよねこれ。みんなもぜひやってみてください。下にね、ちょうど足元に、おっみたいな、あるじゃんみたいな人たちは、でもやめた方がいいのかな、なんかやめた方がいいかやめた方がいいのかなじゃないよね。このさ、引かれてるさ、コメントたちを見てさ、この精密オットマンをやんないの、みんな。やったことある人はいますか？だって猫ちゃんとか乗るって聞くよ。わ、やってた。猫乗ってるじゃん。あ、してない、みんな。あ、ノートパソコンはできないね、確かに。デスクトップじゃないとノートパソコン踏んだらもう最悪だからね。あ、電源ボタン上なんだ。私ね、下っていうか側面なんですよ。トップにはないのよ。そういうとこあるね。ちょっとオットマン調べなきゃか。なんか物とか収納できるやつとかもあったりするよね。オットマン、みんなどこでオットマン買ってんだろう。アマゾン。うわ、もうじゃあプライムデーの時に買えばよかったじゃん。あったか知らないけどあったか知らないけど、ありましたよ。やめて、なかったことにしたいからないわね。あ、もうこれでいいじゃん。これ大丈夫、住所つってない、これこれかわいいな、これいい、いいじゃんこれ、ミッフィー2,800円。うん、これはどう、これこれオットマンなんだって。これオットマンって書いてる椅子とは合わなくないカラー多い。なんでこれカラー多いんだろう。押してみようかな。まあ、ちょ、これ伝わるかな、あのいっぱいのアニマルたちがサイだけじゃなくって、あのなんかアルパカみてえな、ラクダみてえなのとか、カバの色違いとかシリーズ化してた。でもこれ7000円する、ちょっと高いね。うん、ちょっと高いね、ミッフィーと比べると。あ、もうなんか出なくなっちゃった。あ、やばい、すいません、 BGM 流すの忘れてました。本日の BGM、
なんて調べればいいんだっけ。フル、じゃじゃフルじゃない、なんだっけ、ちょ著作権フリー BGM。 著作権フリー、思わず笑顔になる明るい系 BGM。 陽気だね。パラダイスにしてみよう。合ってる、私の会話ないように。これ陽気すぎる。じゃあ癖になる33曲にしてみるわ。これにしよう。いいじゃん。なんかこれだったらいろんなお話しても大丈夫かな。やっぱ BGM あった方がいいよね。始まりました、中村あゆかの金曜日のフライデーラジオ。メインパーソナリティの中村あゆかです。本日も楽しくラジオをお届けしていきたいと思います。さて今日は金曜日ということもあってお悩みを持つ方も多くいらっしゃる曜日なんじゃないかなっていうふうに思います。というわけでお悩み相談を今日はお届けしたいなと思います。ぜひ、お便りリクエストなどなどしていただけたらなと思います。本日はよろしくお願いします。はい、というわけでラジオネーム鯖さんから、はい、いただきました。お腹が空いています、どうしたらいいですか。なるほど、お腹が空いていたらそうですね、まずはサバを焼いて食べたらいいなと思います。私はどんなサバが好きかって言ったらサバの味噌漬けですかね。はい、味噌漬けが、味噌漬け、サバの味噌煮でした、すいません。サバの味噌煮がすごく好きでご飯も進みますし、今日はぜひラジオを聴きの皆さん
サバの味噌煮はいかがでしょうか。さあ、そんなこんなでお届けしていきました、あゆた中村ゆかの金曜日のフライデーラジオメインパーソナリティは中村あゆかでしたまた明日はい、だってお便りとお悩みが来なかったんだもん来なかったんだもん、お待ちしてたのに、よかったよかった、皆さんこんばんは、中村ゆかの金曜日6時37分からお届けする中村ゆかの金曜日のフライデーラジオ、メインパーソナリティの中村ゆかです皆さん素敵な金曜日をお過ごしでしょうか。少し素敵な6時37分をお過ごしでしょうか。本日は金曜日ということもあって、皆さん私に何かお便りが、相談したいことや質問したいこと、そんなことがあるんじゃないのかなって、すいません、ちょっと今日はすごく楽しい一日なもので笑い声がちょっと挟んでしまって申し訳ないですけども今日は皆さんと、お聞きの皆さんとコミュニケーションを取れたらいいな、そんなラジオ番組になったらいいなと思っています。今日はよろしくお願いします。さあ、というわけで早速お便り、質問、相談、リスナーさんからのメッセージを読んでいきたいと思います、うん、はい、ラジオネーム釜飯さん、彼女ができません、どうしたらいいんですか。そうですね、彼女は どうしたらいいんですかね中村ゆかの金曜日のフライデーラジオはさまざまなお便りをお待ちしています。お便り先はあゆたろう FM.com AYUTARO@FM@.com まで。彼女ができたりだとか、私はリスナーの皆さんの幸せをいつまでも願っています。それではまた明日で終わったじゃん、ほらみなさんこんばんは、中村ゆかの金曜日のフライデーラジオ始まりました。わー、6時40分からお届けするこのラジオ、皆さんと
皆さんに素敵な時間をお届けできたらいいなと思います。はい、お便りメッセージたくさんお待ちしています。今日はよろしくお願いします。最近の私なんですけども、親知らずがまっすぐ生えていると思ったらまっすぐじゃなくて横に倒れてました。そんな日があってもいいよねみたいな、そんなハッピーな気持ちで、前向きでポジティブな気持ちに皆さんになってもらえたらいいなというふうに思っています。はい、なので皆さんからのポジティブメッセージ今日はお待ちしていますので、はい、何かポジティブなエピソードがあれば私に教えて、こっそりと教えてくれたら嬉しいです。ラジオネーム、はまぐりさんからいただきました。仕事も順調で、あ、やばいやばい、思わせぶりな女性に捕まりがちです。どうしたら回避できますか？これを私はポジティブに変換していきたいと思います。いろんな出会いがあっていいですよね。はい、はまぐりさんはいろんな女の子に捕まっちゃうかもしれないですけど、それも感性が豊かってことで、まっすぐな人だってそれってすごく素敵なことだなっていうふうに私は思います。変にねえこうちょっと癖がある人よりも私はまっすぐな人の方がすごく素敵なんじゃないかなっていうふうに思ってます。というわけで今日もたくさんのお便りいただきました。皆さん素敵な金曜日を引き続きお楽しみにお過ごしください。中村ゆかのフライデーラジオは、金曜日のフライデーラジオはお便りを募集しています。ぜひそこのあなた、お聞きの皆さん、お待ちしています。ネガティブなこと、ポジティブなこと、今日あった楽しかったこと、悲しかったこと、今日食べた食べ物が美味しかったこと、何でも結構です。あゆ太郎の、間違えました、中村ゆかの金曜日のフライデーラジオは皆さんに寄り添うラジオにできればいいなというふうに思っています。ではまた明日。始まりました、中村ゆかの金曜日のフライデーラジオ。皆さんいかがお過ごしですか？今日はもうすっかり夜ということで、最近は日没が遅くなってきましたね。まだあれ？お昼なんじゃないって思ったら夕方だったみたいな、そんなね、うっかりしたことも皆さん一つは二つあるんじゃないでしょうか。暑さに負けずに素敵な夏をお過ごししてもらえ、お過ごし してください。さあ、というわけで本日も中村ゆかの金曜日のフライデーラジオ始まりましたけれども、フライデーラジオといえばやはり定番なのは皆さんからのお便りをご紹介することです。というわけで本日お悩み相談たくさん来ています。ラジオネーム、カッパさんからいただきました。雨で靴がびしょびしょになったおかげで明日はお家でゆっくりできそうです。何したらいいですか？はい、というわけで最近は突然
雨が降ったりとかそういうお話を聞きますね。うん、でもすごく前向きなお便りじゃないかなというふうに思っています。靴がびしょびしょになっても明日お家で過ごそうっていうすごく前向きな感性、素晴らしいと思います。私はどちらかというとネガティブなのですごく尊敬したいなっていうふうに実は思います。そうですね、お家で何かしたらいいかっていう質問だと思うんですけどもすいません、ちょっと今日はすごいハッピーな日で私はちょっと思い出し笑いをしてしまいました、ごめんなさい。はい、というわけでですね、最近私は自分の靴がちょっと汚いなっていう風に思ったんです。だからそんなあなたには靴磨きがいいんじゃないかなっていう風に思います。ブラシに磨く材料をつけて他の靴を磨く、そして雨に濡れた靴も乾いて綺麗になる、明日は綺麗になる、何かを磨いたりとか掃除をしたりだとかピカピカにする一日にしたらハッピーになるんじゃないかなっていうふうに思います。中村ゆかの金曜日のフライデーラジオは皆さんがハッピーになったらいいなっていうふうに思うので、私はそんなハッピーになるお手伝いができたらいいなというふうに思いますし、すごく応援していることでもあるので、何かアンハッピーなことでもハッピーなことでも何か私にメッセージでお便りでお伝えしてくれたら嬉しいなと思います。また明日楽しんでいただきましたか？中村彩香の金曜日のフライデーラジオちょっと4本撮り3本撮り4本撮りということで、はい、はい、どうでしたか？素敵な声に癒されたそうなんですよね、ちょっと声ね、タイトル覚えた、なんなん中村ゆかの金曜日のフライデーラジオってめちゃめちゃ金曜日何なんですか？金曜日推しコンセプト、まあ、盛り上がりたい金曜日だけどもちょっと私のラジオは落ち着いてみたいな適当に言ってますけど分かんない、私も考えて喋ってないからちょっとラジオパーソナリティさんが言いそうなみたいな言いそうなテンションで適当なこと言ってただけだからね、うん、そう言いそうじゃない？ハッピーなこと、アンハッピーなこと、今日あった楽しかったこと、悲しかったこと言いそうじゃない？ここ、うん、あね、そんな日があってもいいですよね、みたいななんとかさんの前向きな気持ちすごく応援しています、とかだったラジオネーム、ちょっと適当、お腹空いてるからかな、お腹空いてるからですね
的に。でも今日は7時まで配信すると決めてるから。今夜はサバ食べるのか。なんだろう、サバ断然食べたいけど。いや、提供とかやればよかったね。うん、中村ゆかの金曜日のふねねラジオ、この番組は釜飯製菓さんの提供でお送りしましたみたいな。こういうの得意だから、こういうの言うのね得意。スポンサーついた。釜飯製菓いいじゃん。どんなんだろうってほらみんな気になって調べたくなっちゃうでしょ。それが釜飯製菓さんの策略なんですね。うん、ほら気になるでしょ。でも釜飯ってさ、全然食べる機会ないよね。そういえばだけど釜飯食べたさすぎ。家で釜飯なんかさあんまないじゃない。炊き込みご飯とかはさあるけどさ。あ、終わっちゃった。サンデーにしよう。釜がねえからな。釜が、釜飯食べたい。で、中はタイが入っててほしいよね。うまそう。タイ飯が食べたい。うん、高そう、わかる。あれなんですか、有名な地域なの釜飯って。米どころやっぱり、うん、釜飯ってやっぱさ、元がさ一番安いものでも高いみたいなとこあるじゃない。わかる。そのやっぱ値段、そもそもの値段がちょっと高いみたいな。群馬、へえ、群馬行くか。でもなんかさ、群馬に釜飯食べに行ったってなんか良いよね。なんか、いいね、なりそう。峠の釜飯？いや、車ない。高速降りたらすぐ、うん、なんか誰かが峠は読める。芸人さんにも入ってる字だしね。なんかわかるわよ、普通にわかるよ、峠ぐらい。確かに家族旅行ありですね。ただうちの姉がもう家族旅行は沖縄だっていう風に言ってて、なんか来月にでも行きたいみたいなのを言ってて、パパが無理だよって。普通に無理じゃないですか。うん。でなんかマイルがどうたらどうたら言ってた、パパは。いろいろ貯めなきゃいけないらしい。でもそれぐらい良かったのよね。準備期間があるらしいね、やっぱ旅行というのは。
いや沖縄楽しかったからね、すごい行きたいっていうのは、ね、すごいわかるの。パパねお仕事とかでもなんかもともと何飛行機とか使うタイプの人みたいで、そういうの詳しいみたいですね、知らないけど。あのね家族旅行ってさ本当に楽だから、あんま何も分からず、パパがねチケット取ってくれたりとかホテル泊ま、あの取ってくれたりとかするから、もう何も何も、あ私も仕事で使ってた人だね。パパがね全部頑張ってくれてたね。うん、ママなんて何もしないし。うん、ママも私も姉ちゃんも何も全部パパがやってくれてね、ありがたいよね。私プロデュースちょっと免許ないから。ただ甥っ子とかの面倒とかは私ずっと見てたよ。抱っこしたりとか、もうだいぶ重たいよ、だいぶ重たい甥っ子を抱っこしたりとか面倒見たりとかは常日頃してますね。うん、そう、めっちゃ大きくなった、みんなからイケメンって言われる。だからその沖縄でなんか沖縄効果となんかおいで甥っ子と一緒に TikTok デビューしようかと思ったの私。この綺麗な沖縄だったらテンションも上がって TikTok いけるわみたいに思ったんだけど、すいませんなんか暑すぎて TikTok どころじゃなかったです。うわ暑いみたいな、何暑いみたいな。暑すぎたね普通に。うん、でさ海の中に携帯なんか持っていけないじゃないですか、海とかは入ってたけど、うん、そう結構暑さで体力消費されたからし、もうなんか暑いともうなんか気持ちもさ結局まあテンション上がってるんだけど、うん、2月くらいに1回だけ行ったことあるんだけど、それは確かに過ごしやすかったなって感じがする。でも海入れないよ。でも沖縄って絶対に海入った方がいいのよね。うん、めっちゃ綺麗だった。そうだからね一回なんか TikTok 気ずれたんですよね。なんか根気ずれたみたいな言い方しちゃうけど、うん、インスピック持ってなかったっけ、あーあれだ、キャノンの水に入れれるカメラ、水に入れたら壊れたんですよ。なんかわかんないけど、なんか佐渡の海でなんか使ってたら、でこうやってイエーイって写真撮ってたら、あのなんかでよーし Bluetooth に接続して写真保存保存と思ったらってなって、なんか入らなくなってたんよね。海対応じゃなかったのかな。うん、新品買った電気屋さんで。でちゃんとロックもかけてやったんだけどね、ダメだったんかなと思って。そう、でも何が原因かは分からないから、まあまあ悲しい、悲しかったのと、ラーメン部で行ったんだけど、
ラーメン部のみんなにちょっと恥かいたなみたいな俺それじゃないみたいな、なんか後輩だからさ、みんな後輩、当時レイニアもいなくて後輩だったから、え、何これすごいみたいなこと言ってくれてて、で私なんかスカートのさベルトつけるとこに挟めててさ、ウッキウキでさ写真撮る気満々だったのにさなんか壊れちゃって、もうなんか後半つけてないみたいなそう、ちょっと悲しいしちょっと切なかったねそういう時もあるよね、うん、結構前に、前かに1去年か、去年か、あれ去年か、うん、そう、そんな、そんな記憶。来週でラーメン部の私の幽霊部長会も最後ということで、ちょっと写真いっぱいあるから載せようかなっていうふうに思います。はい、残業も来週で最後ですただね、なんかその日すごい天気良くて、天気良かったのは良かったんだけど、まぶしすぎてなんか全部みたいな顔してんのだからこうなってない、あの激レアな写真をその中でもちょっと探さなきゃみたいな、非常に逆光幽霊部長だね、めっちゃ仕切ってた。いやもう私に言わないでくれそういうの私も好きで幽霊部長をしたつもりではないのよ。いたらいたでみたいなね。申し訳ないですよ。でも佐渡はすごく楽しかったので、ぜひご覧ください。YouTube や TVer で。見てね。ちょっと天気悪い時まで基本はめちゃめちゃ良かった。うん、楽しみ。あ、そう、 YouTube とかもいっぱい上がるんじゃないかな。うん、あ、7時4分だ。よいしょ。いろんな話をしてたら、あ、中村ゆかの金曜日のフライデーラジオの話をしてたらこんなちょっと過ぎちゃいました。楽しかったですね、ラジオパーソナリティ風なりきり配信はいそんな感じで今日の配信はここまでにしたいと思います。最後にランキングを発表しておしまいにしたいと思います。13位部長さん、12位ひねひねさん、11位エムデンさん、10位ポポロさん、9位勝利さん、8位ハムちゃん、7位ハチさん、6位 JT さん、5位シューイズさん、4位サイさん、3位春風さん、2位ケイヤくん、1位里吉さんでした。1位の里吉さん、ありがとう、皆さんもありがとうございますはい、コメントすごく嬉しかったです。今日は9時からオープンレック配信したいと思います。また後ほど、バイバイ。あ、また気まずい、また気まずい、バイバーイ。